はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。今日はですね、国際協力×建築というところに対してお話しいただくために神谷さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。神谷さんの出身と自己紹介お願いいたします。はい、はい、名前は神谷由紀と言いまして、愛知県生まれで今も愛知県で活動しています。大学を卒業してから愛知県の企業で建築の実務に携わっておりまして、それを1年半ぐらいした後、建築家の下で3年ぐらい修行をしました。その後 JICA 協力隊に参加して、アフリカのジンバブエという国で2年間活動して、帰国してから自身の設計事務所を独立して今に至ります。国際協力×建築ってすごく異質なところでもあるし、だからこそすごく深掘りしたいなっていうところがありますので、はいはい、早速なんですけれども、神谷さん、国際協力に興味を持たれたきっかけっていうところからお伺いしたくて。はい、国際社会といいますか、海外には興味がありまして、はい、大学時代からいわゆるバックパッカーと言われているもので、まあ、途上国というか安い国を旅することが多かったんですけれども、はい、その時は国際協力というものは興味がなくて、こうただ単に建築が好きだったので、はい、遺跡だったりとか街並みっていうものをよく見てたと思ってます。あ、なるほどですね。実際行かれた国ってどこが多いんですかね。はい、大学生の頃だったので、はい、チケットが安く取れる東南アジアを中心に回っていたと思います。はいはいはい、そうなんですね。はい、でもバックパッカーはバックパッカーの中でも、はい、建築とか遺跡っていうところを結構重点的に見てたって感じなんですよね。街の有名なお店屋さんに行くとか、はいはい、こうゲストハウスで出会ってワイワイするとかっていうよりも、はい、もうとにかくどれだけ建築を巡れるかみたいなところはかなり重点を置いてますけど異質ですね。そうですかね。海外っていうところにはもうやっぱり興味はあったって感じなんですね。そうですね。なぜかこう海外に行くと楽しいというか、活気があるっていう意味でも、何かこう日本にいる時と違った経験ができるっていうことが楽しくて、バックパッカーに行ったと思います。なるほどですね。実際ちょっと聞いてみたいところが、はい、建築家目線とかで、あの日本の遺跡とかと、はい、あと途上国、まあ、例えば東南アジアの遺跡っていうところで、はい、結構文化とか違ったりとか、ね、建築様式違ったりしますか。はい、もう建築様式はもちろん気候もありますし、うんうんうん、特に遺跡関係でいくと宗教だったりとか、はい、そこにいたこうどういう民族の方が住んでたかでも全然違うっていうところはあるんですけれども、はい、やっぱりその中でさっきの国際協力に関わるっていう話でいくと、うんうん、こう植民地の影響を受けているかどうかっていうところを大きく感じた気がしていて。なるほどですね。具体的に国際協力にガーッと絞りを当てていった時っていうのは、うんうんうん、どういうきっかけだったのかっていうところをお聞きしてよろしいですか。はい、おそらくその海外行ってる時に、うんうん、例えばストリートでこう商売をされてる方がいるっていうのはなんでだろうっていうちっちゃいきっかけはありながらも、はい、まあ普通に就職したんですけれども、2011年に東日本大震災があった時に、はい、僕は社会人で2年目だったんですけれども、はい、ただその時一級建築士の資格も持っていなかったので、こう建築で苦しんでる人がいる時に何かしたいって思ったんですけれども、はい、いろんな有名な建築家の方は一気にも東北に入られたんですね。それは日本人の方だけじゃなくて、海外の方たちも一斉にこう参加を表明していただいて、はいはい、僕がこう、まあ、東北に行っても瓦礫の撤去ぐらいしかやることがなかったっていう事実があって、しっかり一級建築士を取って専門性を身につけたら、助けていただいて代わりんじゃないですけれども、はい、もっと国際的に必要としているところで何か活動したいなって思いが芽生えたのを思います。はいはいはい、なるほどですね。建築家っていうのって種類は一級建築士と、はい、他にも種類があるようなイメージなんですかね。そうですね。資格としては一級建築士、二級建築士、はい、木造建築士が大きくありまして、うんうんはい、さらにその一級建築士を取った中でも、はい、専門的な人たちがいまして、はい、構造一級建築士って呼ばれてるんですけど、設備一級建築士って言われてる資格もあります。これ一級建築士を取る難しさっていうのってどれぐらいなんですか。2段階試験がありまして、はいはい、一次試験が確か 10% ちょっとぐらい合格率が。あ、なるほど。で二次試験に臨んで、二次試験が 40% から 50% だったと思うので、はい、そうなんですね。一次を受ける、はい、合格するのが結構難しいって感じですね。まず一つそこでハードルがあると、はい、ちなみにそれっていつ一級建築士を受かったかっていうのって JICA 海外協力隊の後ですか。はい、いえ、行く前で、JICA協力、海外協力隊の建築部門は一級建築士の資格を持ってることっていう応募資格が結構あるので、そうなんですね、まず一級持っていないと応募ができないっていう、はい、僕の時はそうでした。なるほどですね。はい、建築士の取得を、資格を取得したのって何歳になるんですかね。25とかだったと思います。それは一般的な感じなんですね。年齢的なところでいくと。なんか30までに取れればっていう方がいて、はい、
て、はい、当時あの学部を出てから今試験変わったんですけれども、うん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 、2年間実務を受けないと試験資格がなかったので、はい、そういうことですね、はい、22で大学を卒業して、はい、2年後の24歳の時に初めて受けてそのまま1次と2次を突破したので、はい、そうなんですね。東日本大震災っていうのをきっかけに、はい、まあ、自分が今できることっていうのはすごく限られてるというところがあって、はい、国際的にあの自分が動きたいっていうところを含めて国際教育に、はい、に興味を持ち始めたって感じなんです、ね、はい、そうですね。建築家の中で国際協力に携わっている方って周りにいらっしゃいました？やっぱりいなくて、はい、特に僕が働いたのは愛知県だったので、はい、まあ、それもあったと思うんですけれども、はい、なので自分からこう探しに行こうと思っていて、はい、インターネットなどを活用して、はい、やっぱり海外で研究されている方っていうのは大学にいたりしますので、はい、そういう方は、はい、もちろんいらっしゃると思います。 JICA 海外協力隊っていうものを知るきっかけって何で知った感じなんですか？一番初めに知ったのはあの、はい、大学生の頃バックパッカーで行っていた時に、はい、確かネパールかどこかで、はいはい、あの協力隊の方に出会って話を聞いたことがあって、 うっすらとはしてたんですけれども、はい、大学生の頃に説明会に行くとか、はい、自分で JICA 広場みたいなところに行くとかってことはなくて、はい、一級建築士の免許を取得して、はい、本当に世界で日本の建築家を必要としているところがあるんだろうかというふうに自分で調べ始めて、うんうんうん、海外協力隊だとこう現地の人の目線で2年間活動ができるっていうので、はい、本格的に知っていったというのが。なるほど。その当時、はい、インターネットで調べられました？いや、なかなかやっぱりなくて、はい、どっちかっていうと NGO とかっていう言葉は聞いていたので、はい、どちらがまあ主流なのかなと思った時に、はい、全然、まあ、それよりって言ったらあれですけど、条件というか、うん、僕のやりたいことに近いものが見つかったので。なるほどですね。じゃあもうそれがきっかけで、はい、いわゆる JICA 海外協力隊っていうところに、はい、まあ、行き着いて応募しようっていう話になったってことですね、はいはい、そうですね。 JICA 海外協力隊に受けようと思った時に、はい、まあ、いわゆる建築っていうあの職種は建築っていう職種なんですかね？名前は建築っていう職種です。そうなんですね、はい、あの募集としては何個ぐらいあったんですかね？僕が受かった時は一つだけだったので、はい、ね、そこをこう建築の分野のみんなで奪い合うっていう戦いがありました。数が少ないんだろうなって、はい、今話聞いてて思ったんですよね。そうですね。でもそこに受けられる方は基本的に一級建築士の資格を持ってたってことなんですよね、はい、となります。面接っていうのってどういうふうに、どういうふうな質問とかがあったんですか？はい、実際僕1回落ちていて2回目で受かってるんですけれども、はいはい、まあ、両方の時も共通だったんですけれども、面接は大学の教授、建築の教授がされていて、途上国でこう使うような素材の話だったりとかコンクリートの説明だったりとか、こういったものが多かったと思います。建築における基本的な情報っていうところを聞かれて、それに対して答えたって感じなんですね。はい、特にその面接の時に思ったのはこう臨機応変だったりとか瞬発的に答えれるかみたいな技術的質問が多かったと思います。ありがとうございます。1回目受けたのと2回目受けたのっていうのは結構期間が空いてるようなイメージ。いえ、連続で受けたので、はい、あの面接官にもまた来たのかっていうのを1回目言われるぐらい、まあ、人数も少ないので受けるにっていう形でしたね。実際1回目ダメだった理由って自分の中で何か分かりました？受けた1回目の時も1枠を確か奪い合うっていう形だったんですけど、もちろん僕が最年少で26か5だったかな。周りが経験豊富な方たちがいっぱいいたので、はい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 、ちょっと難しいかな。あと緊張もすごいしていたので。はい、なるほど。実際やっぱグループ面接みたいな感じだったんですか？いえ、もう完全に一人でやってました。実際その2回目はやっぱり1回目も受けたこともあって、はい、ある程度自分の中で余裕ができていて、はい、そこであのしっかりと答えられたようなイメージだった。それは本当にやっぱり1回目落ちてから、はい、特になんですけれども、なぜ国際協力に本当に行きたいのかだったりとか、なぜこの国この職種なのかっていうことを自分でこう見つめ直した期間ができたので、はいはいはい、それで次の面接はこうもっと具体的にやりたいことを伝えれたと思ってます。で、落ちた時になぜ落ちたかの理由書を送られてくるんですよね。その時もあの合格能力には達していたが、はい、相対評価の結果、はい、合格だったので、そういうことですね。多分それで諦めずに2回目受けれたと思ってます、うんうんうん、1回目はちなみにアフリカだったんですか？いえ、1回目は中南米でした、はい、求められている募集内容は、はい、当時行かれた時と同じだったんですか？え、違います。あ、そうなんですか、はい、当時はどんな内容だったかって覚えてらっしゃいますか？ニカラグアだったんですけれども、はい、ニカラグアの方はその町の建築家みたいなところに、はい、まあ、市役所みたいなところに入って、はい、インフラ整備だったりとか、はい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 、都市計画だったりとか、まあ、住宅のこう建築をチェックするだったりとか、はい、そういう業務だったと記憶です。そうなんですね。2回目に応募された国っていうのはどこの国だったんですか？
がアフリカのジンバブエ。ジンバブエはどういうような行政が、はい、ジンバブエはあの首都ハラレというところの技術工科専門学校、はい、まあ、大学の位置づけなんですけれども、はい、そこの建築学科の教師としてこうボトムアップとトップアップをしていくというような教育関係でした。これからは JICA 海外協力隊に関して具体的な業務内容に関してお話をお伺いしたいなと思ってますので、一旦ここで切らせていただきます、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。